あ、なんかアイロンが勝手に動く。よし、早速入ってみよう。あ、いい匂い。え、ここ土足厳禁なの？ちょっと土足厳禁だってよ。そうだね。アミちゃんが気になってたのがセミオーダーのタイプで、ね、組み合わせるんだよね。これの、あ、これか、これが可愛いんじゃないかって言ってた。この刺繍とかは変えられるので、うん、でこれの刺繍をなんか3種類くらいから選べるんですね。よ、パパ、アッキーとミンキューちゃんいる。白のお花だとイメージとしてはこんな感じ。あ、花も可愛いね、うん、お花かハートかこのティアラっぽいのか選べるんだって。ティアラっぽいの、ね、ティアラっぽい。でこのゆいちゃんがさチョコレート色だったけど、このチョコレートっぽい色でこういうのにすることもできる。あみちゃん聞いてる？聞いてない。ちょっとしょってみる？はい、どうぞ。ちょっとペンちゃん、ペンちゃんママが預かる。カタログもママが預かる。どうですか？ゆいって書いてある。可愛いよね、これ最初の、うん、こっちが可愛いと思ったね。私この色可愛い。ママゆいだって。あ、そうそうそう、ゆい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 、うん、最初さ、これふみちゃんのランドセルに名前入ってんの？ゆい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 、ダサい。そうなんだ、最初これが可愛いなと思って、これが可愛いなと思って、去年一番人気でしたね。あ、そうなんだ、はい、これかこれがいいなって思って。でもこれ手届かない。どこに？ん？奥に。奥に、うん、あ、こうやって自分で、うん、そう、あ、ガチャンって自分でできない。これだと後ろでガチャンって。おー、これこうすれば下からできるの？うん、そう。ヤフしたらこれ、これだとするとこれ、これもヤフしたら重い。あのさ、これかわいいけどここまで届かない。そうなの？届かない。ちょっとこっちも背負ってみて。ママこれもかわいいと思ってる。なんで白っぽいのばっかりなんだって言ってる。これも色ありますね。こちらだとこの5種類になりますね。ああ、この、はい、こちらだと既製品になるので中の柄とか刺繍のデザインとか選べないタイプになるんですけど、あとお名前のこちらと入りますので、こっちは早めに。これも可愛いね、この色ね。ミルクティーみたいな色。向こうに大きい鏡あるので自分の姿が良かった。何？あ、そこだと閉められるカチッてできるね。あとはハンカチだと、はい、机に置いて、わざわざこうしなくても開けられるメリットがある。あとお母さんの後ろで忘れ物とかに少し出やすい。うん、はい、お母さんは使いやすい。開いてるよって感じで。あとカットしないので。そうだね、あ、確かにね、どっちも、はい、メリットはあります。そうだね、うん、あの下でガチャってするやつ、紫のが可愛い。紫のあの上の色のが可愛いなと思って、なんか口紅みたいな色を、うん、
上品っぽいですよね。多いです。最近のフレンドがやっぱりくすみカラーなので、そう、普通にママがバッグで持ってそうな色のさ、下のやつでも別にさ、うん、あの持ち上げたまま形できるよ、うん、小学生小学生お姉ちゃんの信頼でもいいよ、4年使ったそうなのかな、うん、そっちじゃない、危ない危ない、ああ、めいちゃんいいからいいからいいから、あ、なにそれ、どこで見つけたなんかここにあった、ハンドマイチャーの確認ですね、あー、あ、光る光るね、これ何紫紫だけど、かわいいちょびちょびピンクだった、あ、でも簡単にカチってなる、ジャンプでき開けるときは横に詰めます、あ、ここ、はい、こうなんだ、めっちゃジャンプできる、ね、へー、あみちゃんこれ開けてみて、ここツンってすると開くんだって、さっき説明するの開けてたからすごいなと思う、開けたもん、ね、すごいよね、スイッチ開けてる、あ、意外と楽かもね、これ開けるのね、開けやすい、ここツンってやったからママは扱いやすい、ツイッター消さりできるよ、これこのツイッター消さすここにするやつさ、こうガチャ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 結局探すんだよ、なんかだからそれはママの話でしょ、アミちゃんは、アミちゃんどれ可愛いと思った、あ、これも背負ってみる、あ、上の方が好き、これこっちの方が可愛い、これもこっち背負ってみる、背負わせてもらうかい、こっち背負ってみる、あとはこっちだと生地がこの分ないので、他のランスよりちょっと軽いです、ね、1200ぐらいなので、そうなの、はい、あ、いい、めっちゃジャンプでピンク系だけど、そんなに違わないでしょ、ほら、あみちゃんそっち鏡あるよ、見た、ベルトは全部同じ？あれベルトなんか変えられるのありますよ、はいはい、ふわふわのやつ、ベルトは別にこだわらないの、こっち見て、どんな感じ、めっちゃ軽い、めっちゃ可愛い、こちらも軽い、マジカルベルト、ふわふわベルト、ゆいもしょいたい、ゆいもしょいたいな、なんとなく、あ、あ、それ、あの乙女っぽいよね、はい、後ろ見ててください、ああ、いいね、白もいいね、クリームだもんね、これね、白じゃなくてね、はい、ちょっと怖いかな、クリーム、白じゃないもんね、それとっても可愛い色とそうだね、ちっちゃいね、ちっちゃい、これぐらいちっちゃいよ、これぐらいちっちゃい、これぐらいちっちゃい、ブリブリ、これぐらい色ブリブリだ、色がブリブリだ、ちっちゃい、ベルトが赤、紫、紫、ちっちゃい、紫、紫、まださ、取ってないもんね、ママ、ちっちゃい、でもそれさ、こっちの色でもさ、結構ねーねマジカルベルト背負ってみなくていいの、これすごい渋い、待って、アミちゃんさ、ショコラ色じゃないよ、マジカルベルト背負ってみなくていいの、マジカルベルトには興味ないの、マジカルベルト、ショコラ色アミ背負ったの、あ、変えてもらおうと思います、
マジカルベルト、あ、プリンセスジュエルだって。マジカルベルト、ひらひらついてんのある。スタンダードとリボンハートがある。プリンセスジュエル、サンリオさんとコラボしたの。プリキュアみたいな。ゆい、これがいい。サンリオキャラクター。ゆい、これがいい。これかわいいと思う。ゆい、これかわいいと思う。プリンセスジュエル、これかわいい。パパ、ポーこれ、これはさ、これが近いんじゃない。あ、でもそうでもない。ダメダメダメ。これいいじゃん。こっち見て。ホトリボンの部分。あ、そうなんだ。私これかわいいと思う。あえてでした。やっぱりゆいが、これゆいのにつけたい。これゆいのにつけたい。ゆいのはつけられない。なんで？つけない。ゆいちゃんの嵐。後ろだから。あ、じゃあそれ、それにつけてもらう。うん、じゃあ、ちょっとお姉さんにさせてもらう。これ、こっちゆいも使った。そう、なんかこれすごいいいんだよね。あ、もう誰だよ。こっちは、こっちは、はい、ちょっとランドセル貸してください。はい、ありがとうございます。これ取り外し方法なんですけれども、ここの R と L って見えますか。あ、はいはい、ここを押していただくと中にへこんでいる金具が入っておりまして、ここを押しながらベルトを上に引き上げると外れる設計になっています。私がね、はい、ただお子様はこういじって外れないようにかなり高めにお作りしているので、そういう時はこういうふうに専用の棒があるので、それ使って外します。つぼ押し棒できるかな。そこ押すんじゃないんだって。あみちゃん、アミちゃんにはできないようになってるらしいよ。そうだ、できないよ。アミちゃんにはできない設計になってるらしい。チャイルドシート一人で外せませんみたいな感じになってる。いや、外せるよ。ギッてやって、あ、ダメだね、はい、ママでもできへん、はい、ママね、根性ない。押しながら上に引き上げる感じです。ママにもできない。一回やってみますね。ここで、ここを押しながら上に引き上げます。あ、あ、こういう感じでね、はいはい、こうよりはちょっと斜めにこっちから加えた方が外れますね。ちょっと嫌なやつ。あ、じゃあこっち側やろうか。一回こっち外しちゃうね。あ、で、上を外れるので、ここだけ6年間お使いいただく場所で、上の部分だけ交換していただく形ですね。いじるの、お姉ちゃんいる。あ、メイちゃん、あっちで絵本見てたらいい。撮ってみたい。撮ってみたい。あ、メイちゃんの、しながら上に上げます。めちゃんちっちゃいランドセル。めちゃん欲しい。こっちよりね、反対側の方がやりやすいかな。かわいいね。私も本読みたい。外れそう。どうやってやるの。ちょっと待ってね。今やるね。外していただいて、これ硬くてさ、こう曲げて入れなきゃいけないからできない。さあ、これ持って、これ持って、うん、で、ここの、この穴あるのか、ここにかけるこれね、こっち側だから、こうだね。うん、カチッ、はい、できた。そしたら、そう、この穴にこのベルト入れて、そう、ぎゅーって引っ張る、ここグッ、あ、ちょうどせーの、グッ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 、もうちょっと、もうちょっと上までよいしょ、開けしたら、ここの穴に、で、もう一回ここに次入れるの、この先っぽ入れて、あ、上手。はい、引っ張って、で、またここの穴に。穴にいっぱい入れそうなの。はい、できました。もう片方の。もう片方ね、ちょっと今ここにないから。こっちしたかな。片っぽとの。これもこっちもやる？うん、ここに一個入れます。ここにも入れます。はい、上引っ張ります。で、ここも一番上に針が。マジカルベルトがついてるランドセルはこっちはない。マジカルベルトがセットのものは、
今期は販売していないので、すべて別売りという扱いになりますね。ちょっと見るわけにはいかないってことです。マジカルベルト。マジカルベルト、はい。はいはい、はい、こちらが付いてる。これがマジカルベルトなんです。そうです、全てマジカルベルトなので。あ、これもマジカルベルトだ。アミちゃん、これ沿ってみたら、これマジカルベルトだって。なんか違うんだったらマジカルベルトの方がなんか違う。手上げやす。そうなんだ、こっちよりも、うん、ここ丸くなってる。うん、そう、やっぱり皮だとどうしても最初硬いので、こっちの皮だと2ヶ月くらい使用していただくとお子様の方には馴染んでくるんですけれども、硬い分お荷物入れた時にここに隙間が生まれてしまって、ここの隙間があることによって重心が後ろに倒れちゃって受け重さを感じやすくなっちゃうんですね。でこっちだとベルトがストレートなので、ねえねえ、これ片方ずつつけたこっちの方がね、めっちゃ硬い。最初こっちの方が硬くて、最初からマジカルベルトにしてもらえるタイプっていうのはどれになる。最初からマジカルベルトにするタイプというよりは、ランドセルすべて切り外しができるので、もう革のベルトはそのままついてるんでね、別途でマジカルベルトをここにしていただいて、お家で取り外しができる。あ、硬い方がいい。元のやつがいらないって、これよりもこっちの方が処理やすくなるんですよね。薄いやつはこっちの方が薄いし、あ、マジカルベルト、はい、上ちゃんぐらいの片幅になってくると逆にこっちの方がフィットしやすくなってくるので。あ、そういうことなんだ、はい、今はまだ肩幅が小さいので、湾曲してるベルトよりもこっちのストレートタイプの方が体にフィットしやすい。3年生ぐらいまでしか使わない。そうですね。そうなんね、あとはその柔らかいだけでなくてファッション性もあるので、うん、その機能性じゃなくてファッションに楽しみたいという方もちょっと6年生でも使っていただきたいですし、うん、でも6年生まで使うともともとのベルトがいらなくなっちゃうんですよね、うん、でも結局あれだよね、チャイルドシートと一緒で大きくなったらこうやって薄いやつの方が背負いやすいんだよね、うん、でもデザインが気に入ってこっちの方がいいってなったらさ、これ伸ばしてもらいます。伸ばさなくてもあんなどんどん端っこになってちゃう。耐久性の問題ですね。こちらと革なのでもちろん10年くらい使えるんですけど、あ、ボロボロになってきちゃう可能性があるってこと、はい、ゆいこっちがいい。ゆいこっちがいい。何を新しくもう一個買ってくれって本当にお嬢様だねって言われるよ。新しくランドセル買ったの。そういうことじゃないの。もう先生に聞かれるわ。バカですか。そういうことじゃないけど、ゆいはこっちのベルトだよ。そうだね。前のランドセルどうしたの？捨てたとか。バチ当たり前って言われる。ん？あのミニランドセル。ちっちゃいランドセルになりました。ウクライナに寄付しろって言われる。はい、どうぞ。壊れる。ちっちゃいランドセルも作ってくれるんだって、卒業したらね、思い出に。なんかじゃあそのままランドセル取っておいた方がいいでしょ。じゃあ工場見に行かなくていいの、うん、今日はだって工場見るから月曜日にしたんでしょ。こっちじゃないの。じゃあお姉さんに、ここじゃなくて作れるよ。お、やってるやってる。1年生になったら友達100人できるかな。1年生になったら友達5000人増えるかな。これあの、この感じが好きなのね。それとランドセルのデザインはどれが好き。うん、あ、これお姉さんに書いて。それは後でいいんじゃないの。まず工場見に行く。だってランドセルのデザインって言ったらいつまでも。ああ、撮影はできないですね。はい、すみません。ここは大丈夫です。ここは大丈夫です。はい。何としてもゆいちゃんそれ撮ろうとしてる。ぬき。カッパも来ていいよ。カットするぐらいならいいけど。